あ、すみません。こちら、政治団体、医療大麻解放党並びに、東京高知大麻党連邦捜査局っていう政治団体をやっております、代表の山崎正幸と申します。理事長の 古城基久さんで、今おつなぎできます。はい。では、電話があったことだけ伝えとってもらえないですかね。政治団体から電話があったと。大麻関係の、医療大麻関係の。はい。医療大麻解放と、はい。それと、二つやってまして、東京、公私、公に司るって書いて、で、大麻党、連邦捜査局、FBI ね、FBI。はい。で、伝えとってほしいのが、大麻取締法によると、医療関係者が大麻のことを、研究雑誌とか、医療関係者向けの雑誌以外のところで喧伝してはいけない。これ、ちょっと警告発しておきます。それだけで。お伝え願えますか。難しいですか。なんかメールフォームとかあります？口コミとかにじゃあ書き出しておきましょうか。実は僕以前からの患者なんですけどね、米田先生にお世話になっておりました。そうでしょ。じゃあ、よろしくお願いいたします。場合によっては、もしかしたら逮捕という形になるかもしれないけれども、気をつけてくださいね。はい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 。